ヘラ大箱は、大箱か大箱族の植物である。ヨーロッパ原産の雑草で、日本では、気化植物である。和名は、大箱の仲間の植物で、葉がヘラのような形なことに由来する。葉は細長いヘラ状で細長く、長い毛があり、水平から斜め上に放射状に伸ばす。その上へ茎を、いく本もヒョロヒョロと30から50センチメートルくらいに、伸ばして、下水をつけ、 高いものは70センチメートルになる。果序の長さは、大箱よりも短い。花期は、春から夏にかけて。穂には小さな花が密生しており、下から上へと次々に咲き上がっていく。穂の周りに細い糸に支えられてつき、白い輪のように目立つのはおしべである。大箱より大きく高いが、大箱のような踏みつけ耐勢はない。花粉症の原因植物になる。 ヨーロッパ原産の喫化植物で世界中に広く分布する。日本には江戸時代末期に侵入したものとされ、その後、広く日本全土に分布を広げた。二十歳、道端、果樹園、河川敷、牧草地、荒れ地などに体寒性があるため広く生育する。北、アメリカをはじめ世界中に分布を広げ、コスモポリタン雑草となっている。ヘラオーバコは、 ヨーロッパでハーブとして食用や薬用に利用され、家畜用飼料としても栽培されている。ありがとうございます。